皆さんこんにちは。航空券と佐賀の中島徹でございます。今日は武漢発ウイルスと欧米のウイルスは違うっていう話をさせていただきたいと思います。今このコロナウイルスでございますが、世界での感染者数が210万人を超えております。死者も15万人ということで、これは大変な状況が今起こっております。当初は中国武漢を中心にこの感染は広がっていたんですけれども、状況は刻々と変わり、今では EU そしてアメリカでこの感染は広がっております。感染者数にしても中国本土ではなく、ヨーロッパ、アメリカの方が、それが、増えている状況の中で、日本、韓国の方が比較的抑えられているようにも見えます。この要因としては、医療体制の整備、それから、結核予防としての BCG ワクチン、これの義務化されていることなどがこの抑え込んでいる理由とも言われておりますけれども、もう一つの見方がございます。それは、中国、武漢の発のウイルス、それと今広がっている欧米でのウイルスのが違うということでございます。今日はこのことについてお話をさせていただきたいと思います。まずこの中国発のコロナウイルスでございますが、最初に拡大していったのは2月頃、中国武漢を中心に近隣の地域、つまり韓国や日本の方で感染が広がっていきました。しかしながらその感染の中心地は、その後 EU さらにはアメリカへと移っていっております。アメリカでは3月3日の段階では全米で感染者の死者の数が60名というところでございました。しかしそれが4月1日の段階で21万人まで広がっております。爆発的な広がりでございます。さらに EU につきましても、イタリア北部、3月に入ってイタリア北部での感染が爆発的に広がり、今では1万5000人の死者を出すまでに広がっております。まず武漢から広まったこのコロナウイルスであるならば、近隣諸国つまり韓国や日本の方が感染が広がるのが当然普通の流れでございます。現に日本にはですね、昨年1年間中国人が来日した数はですね、1000万人とも言われております。また在日の中国人も100万人を超えるとも言われております。こういったことから考えると、感染リスクは確実に韓国や日本の方が高いということが言えると思います。しかし実際にはヨーロッパ、それからアメリカの方で爆発的な拡大が、感染の拡大が進んでおります。この状況から見ても、中国武漢のから出たウイルスと今アメリカ、そしてイタリアで広がっているコロナウイルスのウイルス自体が別物ではないかということが言われております。このことを裏付ける情報としては、オックスフォード大学が出している情報雑誌の中に論文として載っております。それはこのコロナウイルスには L 型と S 型があり、L 型の方が S 型に比べて感染力、毒性が強いということでございました。このようにですね、ウイルス自体が突然変異するということは確かに考えられることでありますが、
今回のように短期間でそれもこの毒性を強くしていくっていう変異の仕方っていうのは非常に考えにくいということでもございます。これから考えていくと、人工的にこのウイルスは作られたものではないかということが、予測されます。つまり生物化学兵器っていうよく陰謀論などで出てくることではございますが、これが実際に中国が、武漢の研究所でこれを開発していたということであるならばですね、これは現実味を帯びてくるものでもございます。こういった生物化学兵器の説については、安全保障関係の学者たちがよく指摘をしていたんですけれども、最近ではウイルス研究者の方からの指摘も上がってきております。例えば中国系の中国出身のですね、ウイルス研究者の方は、SARS の遺伝子以前ですね、中国で、から発生していた SARS の、遺伝子を、元にして、作られた新型のタンパク質と今回のコロナウイルスがよく酷似しているという指摘をしております。つまりこれから見ても今回のコロナウイルスは自然発生的なものではなく、人工的に作られた可能性が高いということが結論付けられております。また、中国ではコウモリを介してこのコロナウイルスは伝染していったということを言われておりますけれども、確かにコウモリ自体にはたくさんのウイルスを持っております。しかし通常はこのコウモリから人への感染というのはほぼ考えられにくい状況でございます。ですので、こういったことを考えていくと、やはりこの中国の研究所で生物化学兵器は作られ、それが、世界に蔓延していったという見方の方が、これによれば致死率が、各地域で違うということも納得できるのではないでしょうか。つまり自国では感染力また毒性の弱いものを感染させ、そして、欧米や欧米に対しては姿勢の高いものを送り込むということをもし意図的にやったとするならば、これは大変なことでございます。実際にアメリカではこのことに対して調査を始めております。アメリカ大統領トランプ大統領の下では国家安全保障局がもう調査に入っておりますし、 CIA も実際に同じように動いていると思います。と言いますのも、アメリカでは4月中にですね、亡くなる数が10万人から24万人までの数の方が亡くなる可能性があると予測されているからでございます。アメリカと中国は貿易戦争、関税戦争によって激しい争いをしておりました。それに対して、中国がもし生物化学兵器でアメリカの、衰退を目論んでいたとするならば、これも大変なことでございます。これがいくともしかしたら米中戦争が起こる可能性も高いということも指摘されております。そして、中国ではこういった世界に今蔓延している状況の中で、4月8日に早々とこの武漢の解除を行っております。そしてヨーロッパに対して、例えばイタリアに対しては医療団の派遣、それから医療物資の送り込む、またフランスに対しては2億枚のマスクを送ったりしております。もう復活したということをアピールしているかのようにも見えます。ですのでこの中国の
今行っていることや、そして、アメリカが今その対抗手段としてやろうとしていること、そういったことをしっかり私たちは見ていかなければならないと思います。日本では、このコロナウイルスに対しまして、自然由来的なものだというふうに考える向きが強くあります。ですので、自然発生的なものなのでしょうがないという考え方が多いと思いますけれども、しかしながら先ほど指摘いたしましたように、もし意図的に生物化学兵器を作り、そしてアメリカやヨーロッパに対してそれを送り込んでしたならば、これは大変な殺戮を行っていることにもなります。ですので日本としてもしっかりとそういった権威に対して注意を払い、そしてもしこれが本当であるならば、今までみたいな友愛外交はもう続けることはできません。ですのでしっかりとした脱中国の動き、そして国内回帰、また内需拡大をしっかりしていくことが今求められることではないでしょうか。さらに中国では次の脅威として、砂漠バッタの大群が押し寄せるということも予測されます。これからいくと食糧難に陥る可能性も強くありますし、中国の仮想通貨、また経済的な崩壊が近年起こるということも予測されております。こういった状況の中で日本は独自防衛の体制をしっかり進めていかなければいけないというふうに思います。さまざまな状況の中で今日本では緊急事態宣言等も出されて、住民の皆様方も不安な中で過ごされていると思いますけれども、しかし、この状況は一方では新しい日本を作るチャンスでもございます。今まで中国に依存してきてきたこの日本の体質を変え、そして日本独自の強い経済、強い日本をこれから作るべきだというふうに思います。ですので悲観的になることなく、これから前向きに前進していきたいと思います。幸福戦闘、これから新しい国づくりのために政策の提言をしてまいりますので、どうかお力添えをお願いしたいと思います。今日は武漢初のウイルスと欧米のでのウイルスは別物という話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。